昨日演技、放送駒とは、アゴン州が毎月昨日に行う放送駒法要である。昨日演技、放送駒高校院になると、毎月、開運、報奨の昨日演技報奨をお守りが授与される。昨日演技、放送駒は、毎月1日午前7時から関東別院などを中心に手法され、通信衛星によって同時に、全国の本部、 築道場等で行われている。法話は、阿ゴン州海層、桐山康夫館長から最近では、法務部の深田法務館長をはじめ、法務部職員によって、交代で務めている。仏ツ利のシ利というのは、骨、遺骨を指す。仏様のシ利だから、仏ツ利というわけである。内人に安置されている入れ物は、尺尊の遺骨を収めた入れ物であり、仏ツ利等、または、 当馬と言われる。よくお墓の傍らか後方に建ててある木の札のようなもの、あれも当馬と言うが、本来はこの仏斜里塔を指す。仏斜里塔は仏斜里カスケットという入れ物で、そこに釈尊の遺骨が祀られている。本当の釈尊の遺骨が入っている。ということで、新生仏斜里ともいい、新人斜里とも言う。この日に仏斜里尊の午前で、宝章のごまを炊き、 そのフツシャリソンのクドをいただこうというものである。フツシャリは、尿意防止の意味もあり、宝の生み出す宝庫とみなされている。フツシャリソンに大粛用のゴマを炊き、祈願することでその無尽な宝将のクドにあやかろうと、する行事である。フツ様から良い運気をいただいて、運を良くしようということも提唱されている。霧山曰く、いくら才能があっても運が悪ければ何にもならない。 ということ言われているが、努力、行動し、このフッツ様から最高の運気をいただけば、開運が期待できると評判になったゴマ法要である。この、昨日演技、法相ゴーマ公公員になると、そのフッツシャリソンの、おみたまを手法したカードが毎月与えられ、毎月の配樹者の様々な祈願成就の寄り台となる。会費は、入り口した月から1年間有効で、会費は1万円である。 先払いで、現金一括払いである。アゴン州の会員でなくてもいる、こう可能である。また、毎月1日の道場でのごま手法への参拝も会員でなくても可能である。ありがとうございます。